いや本当でも自分の中でもやめようかなって、正直、まあ、このリハビリも2回ぐらい経験してるんで。試合も出てゴールも決めることができたりとかっていうところでの怪我だったんで、まあ、ちょっとこう考えたところありますけどね。